ごめん、とりあえず鼻かゆいんだが。そう、インスタとツイッターは私ちなみに消せないから、消せないというか消さないね、ごめん言い間違えた、消さないから、あの明日します。みんなどうだった？卒業公演。なんか実感がいまいちないんだよね。まあ実感はいまいちないんだけど、まあでも結構寂しいなーと思って。ねえ、なんかさ、私さ、ちょっと待って、それあの何よりも先にさ、ちょっとステージで言いたかったことを今思い出して、めっちゃさ、あの映像のね最後らへんを見てたの、アンコールの、なんかじゃあ最後のアイちゃんコール行くぞーみたいなやつで、行くぞーって言ってて、でそしたらその後にあーいいじゃんって聞こえたから、ええちょっと待ってって思って、いや待って、みんなさすがにそれはまずい、劇場であのまだ声出し禁止なのに、あの声出してはさすがにまずいじゃん、あんたらできん覚悟でもしかしてそれやってるって思ったら、あの全然映像の方についてたやつってスタッフさんに教えていただいて、本当に焦った、みんな振り切りすぎやろとか思って。マジで焦ったの私。みんなみんな声出してる、やばくない、やばくない、声出ししてんのってめっちゃ焦ったもん裏で。そしたら録音でした、本当に良かった。さすがにあんな声はです。お前ね、結婚してね、ありがとう、ゆきさん卒業おめでとう、大好きだよ大好き。あ、ねえこれさ絶対同期じゃん。思いっきしまとめサイト見てんのおもろい。ちょっとごめん、めっちゃ見ちゃう。あーそうだ、あの脚本の話もしたかったのに忘れちゃったな、スピーチで。いや本当にさ嬉しかったな、みんな嬉しかったよ、本当にありがとう。なんかさ私ってさこんなに愛されてたんだって思うと、すんごくすんごくすごい気持ちになる。なんか、ああ最悪、ごめんなさい、本当にごめんなさい。見えた、なんか、あ、めっちゃパンプスの白いのが落ちてくる。あまりにも。みんな泣いてたね。原点やで、ほんまに。あーメール届いた、よかった。コロコロした画面が見えた。いやそう、同期とねロドスを歌いまして、 T2 は虹の列車ですよ。どないですか、虹の列車嬉しいね。 T2 でさもう公演出れないのは寂しいけどね、あれではこういう綺麗な形で卒業できて本当に良かったなって思う。なんかなんだろう、当たり前だけど当たり前のことじゃないじゃんって思うけど。虹の列車は絶対だと思ってた、気まず。みんなちゃんとあれ予想してんのおもろい。かわいい、うふふ。確かに綺麗な形はちょっと語弊あるけど、そういうわけではなくてさ、なんか例えばコロナのご時世でさ、なんだろう、
あるじゃん、いろいろ、まあ、綺麗な形、なんかなタイミングとか、なんだろう、それこそ言ってた、なんだろう、 T2 が T2 のまま卒業できてよかったなと思って、私本当に今の T2 が本当に大好きだから、本当によかった、いろんなものを含めてよかったっていう。気まずめっちゃ水飲んでん、聞いてくださいよ、ちょっとめっちゃババアの人格出てきちゃった。なんかさ、私4日5日前ぐらいからさ、本当にさ胃の調子が悪すぎて、いや公演終わったら治るかなって思ったけど治んないからさ、私卒業して一発目向かう場所もしかしたら消化器内科かもしれないっていうもう水飲んでもうってなるしさ、ご飯食べると当たり前に痛いしさ、起きた瞬間はもうずっとキリキリしてるし、胃潰瘍かしら。なんか気持ち的には全然そんなさあーとかないなかったしさ、なんなら結構明らかんとしたじゃないけど、なんか実感ないまま来たけど、なんか結構体は正直ってやつだよね本当に。だからまず私は待って、ねねさんのメール私さ読めないんだよね。いや大丈夫、きっと誰かが送ってくれるはず。あきさんはさ、お願いだからさ、この片思いにも程があるのよ。嬉しいね。ああ泣いちゃうな、なんかメンバーがさあーみたいな、なんか悲しいって言ってくれるのがすっごい嬉しい。涙出ちゃう。待って、涙がねじんわりって出た瞬間ね、めっちゃ視界がクリアになった。乾燥してたんだねコンタクト。よかった、泣きそうになって、すごい視界がクリアになったよ。ふふふふ。いやー嬉しいね。ツンデレとんでもないミスしたけど大丈夫そう？あーエミリーさん好き。あナピさんもツイートしてくれてる。ねえヤンバさん寂しいんだよね。チョッキ。嬉しいね、こんなにさ。絶対さ、ここまでさ、やってきてなかったらさ、言ってくれなかったよね、こんなにみんな。ユイナから LINE 来てるんだけど、かわいいユイナ。ユイナから LINE 来てるの。てかユイナ今日ずっと見てくれてたの、めっちゃ可愛くない？ああ本当は自主練習に来てたのにさ、めっちゃ鼻吹いてるけどごめん、許してください。ああごめんなさい。ああ誰かメンバーさん、メンバー誰か私のこと言ってるメールあったら私に転送してください。ああショールーム見てるってね気まずいんだけど、
ねえ、ハンちゃんも見てるんだって。めっちゃおもろい。気まずい。バカ鼻噛んでたよ。ありがとうね、本当に。おもろ。ハンちゃんがミオさんなんで泣いてるんですかって。もう会えなくなるかもしれないのが寂しいからだよ。もう卒業しても遊んでくれるならもう泣き止む私。キッズは寝なさい、本当やで。子供は寝なさいの時間だけど、いいんだよ今日は。明日土曜日だし。死ぬ。ね、6期生からめっちゃ LINE が来て面白いんだけど、え、みんなも見てるんですけどって来た。渋いみなぞ、ありがとね、今日来てくれて。かわいいね、6期生も。6期生にさ、こんな短期間でさ、なんか仲良くしてくれると思わなかったから本当によかった。あ、めっちゃ胃が痛いんだよね今。本当に胃が痛すぎて、助けてよ。 HKT って本当にいいグループだよね。わかる。なんかやっぱメンバーがさすごい言ってくれてるのが嬉しかったから、それだけが本当に幸せ。かわつい、みんなツイートしてくれてる。もう一回言うけど、エゴサがはかどりますね。ねえ、でかさん、エミリーさんがさ、アイちゃんって呼んだのやばくない？やばい。わかる、その気持ち。ずっとオタクなの私。ずっとエミリーさんのオタクしてるの、本当に。本当に無理なの。メールは原文のまま全部私に転送してください。ああ嬉しいですよね、ラブだね。そう、まああれやからな、ショールームはね、まあ、インスタはまだ見れるから、多分投稿もするから、コメントでみんな語り散らかしてくれや。そうだ、卒業記念アクリルプレートも発売されてます、販売されてますので、ちょっとすごい息をするように告知しちゃったけどさ、ねえ、長い光めっちゃ緊張したの、本当に。ずっとさ、卒業発表した瞬間からさ、なんかお芋さんがさ、頑張ってねって関ちゃんやめないで、長い光頑張ってねってずっと言ってたから、本当にさ緊張してたんだけど、でも本当にリハの中で過去一満足する、満足できた歌。渋井美奈に LINE の返信をする。かわいい、プリプリしたスタンプ送ってきてくれてる。ちょっと一旦既読だけつけて、後で返事するから待ってて。ごめん、一瞬去る。ねえ、すごいの今日さ、持って帰ってきた。あ、まずこれ、ハンちゃんの指輪、かわいい、くれたの。ちゃんと衣装さんにも許可取ってってもらったから、つけて出た、ツンデレの時に。ちくわぶちくわぶちくわぶ。長い光ちゃんもでもシンポジここ数日いろいろしてるけど、どれが一番緊張したん？うわー、どれだろう。ツンデレ、ツンデレが一番緊張した。見てこれね、フラスタのね、
なんかに、なんかついてたの、かわいいブリザードフラワーかしら、何かわかんないけど飾りたいと思います。ちなみにね、ちょっと引っ張るとほら見て、振り袖の時につけてたやつもあるし、これがお花、どでかい花、ありがとう本当に。よいしょ。あとさ、本当にめっちゃいろんな、今日出てた6期生の子たちとかさ、メイクさんとか衣装さんからとかもさ、めっちゃメッセージっていうか、あのプレゼントいただいて本当に嬉しい。プレゼントが嬉しいんじゃなくて、なんかそうやって用意してくれたのが私のため本当に嬉しくて、なんか何回も言うけど、私本当に自己肯定感低すぎてさ、なんかこんなに愛されてると思わなくてさ、カレンちゃんも見てるんだってカレンもショールーム見てるんだって、やっほー、めっちゃ意外とみんな見てて気まずいあー、なんか泣ける話ちょうだいよ、もうちょっと、めっちゃ乾燥してるんだけど目が、可愛くない、これ使い方合ってるのかな。なんかさ、ツンデレでさ、本当にとんでもないミスをしてさ、もう 後戻りできなかった。いやでも楽しかったからいいやと思ってあったかいね HKT って。ねさっさのか T 着てた、あのどっちも着てたね、言っとくと。ちなみに言うとどっちも着てた。あーめっちゃもう目がシパシパする、助けてください。いやインスタライブするのもありだね。いやインスタライブしましょうかね。ちょっとあの足りない、言い足りないことがありすぎてさ。さあきさんね、明日すっごい朝早いのに、なんかめっちゃ、しかも前の仕事もあって、なんか間に合うか分かんないってずっと言って、でも絶対行くみたいなの言っててくれて、そしたら本当に開演前ちゃんと長い光のあれから見てくれてて、めっちゃ嬉しい。しかも想像の5倍泣いてて可愛かった。あきさん、あきさんってそんな泣くっていう感情あるんだとか思ってうん、めっちゃ好き、あきさん好き。一緒に早く、そう私ダイビングのライセンス取ったから潜りたい、早く一緒に、早く一緒に潜って、トヨナカメラの、トヨナカメラのカメラ係をしたい本当に。だってアキさんさ、そんなさ泣いてくれると思わなかったじゃん。感情がないわけじゃなくて、なんかねうんそう、最後のショールームなんでね、僕は。アキさんのマネージャーするしようかしら。そうダイビングのライセンス取っちゃったんだよね。あでも本当に HKT 楽しかったなんか私可能性的にはさ、ドラさんってさ、まあ、どこのグループに行ってもおかしくないわけやったやん、その投票の仕方にしろさ、まあ、何にしろ、それこそあかりとかはさ、もともとね別の志望先ではあったけど、なんかいろんな巡り合わせでね、 HKT で一緒に同期として活動できたしさ、嬉しいよね本当に本当に別に他のグループのあれがどうとかじゃなくて、もうただただ HKT でよかったなって思う。まあ、HKT しか知らないっていうのもあるし、今後の人生もね、アイドルにいるあれはもう HKT しか知りたくないっていう感情なんですけど、本当に HKT のドラさんでよかった、ここ大事、ドラさんでよかった。上にさ頼もしい先輩がいて、下には可愛い後輩がいてさ、こんな恵まれた環境ってないよねっていうお話ですよ。これは今はしんみりパートですね。しんみりパート入ってるけど、本当に幸せだったこれなんかあの公演、まあいいや、なんかさ、どのタイミングにしろさ、なんかアイドルっていう仕事っていうか、アイドルっていうのをやってなかったらさ、お互いがさ絶対さ絶対知り合えるあれもなかったわけじゃん、お互いが
奇跡だよね。巡り合ってさ、お互いの人生にちょっとでもお互いの存在がいたことがさ、本当に誇らしく思いますよ。そういう人生をもうすでに楽しい人生だったというお気持ち、ありがとね、みんな私のオタクしてくれて。もう明日から私はミュンでもなく17歳でもなく普通の21歳の女になっちゃうんですけども、7期でまた入る。7期何年後になるんだろうね。そしたら2年後とか、そしたら私もほぼ長老みたいな感じで入ってくるよ、7期。私本当にさ、6期生が楽しみすぎてさ、なんかこれから先さ、まあ、例えば久しぶりに会った時とかにさ、なんかあすごい成長してるなって絶対思うわけやん。そういうのしみじみしちゃうっていう、すんごいおばさんの人格がさもう出てきちゃって気まずいのよ、ゆいな先輩っていう。ゆいな先輩って呼んじゃおう。とりあえず一回ニートになって、消化器内科に行きたいなーなどと思ったり、病院はマジで行くべき。マジでさー、もうコンタクトやばない？本当に全部幸せだった。写真とか見返してさ、きっと切なくなっちゃうんだろうね。ご飯食べやって思うやん。ご飯食べると痛いんだよね。水を飲むと痛いし、コンタクト、十分幸せです。かもう十分どころか、もう非常に非常に幸せです。もうメガネないんだ。そう、メガネ持ってきたかったけどね、ちょっとメガネないから、今手元に多分どっか奥そこにしまってるから。まあでも最後ヨドスもできたしさ、虹の列車もできたから幸せ。そう、リコピさんも今日見に来てくださってたの、めっちゃ嬉しい。リコピさんね、本当に楽屋、うわー、なんかリコピさんのなんかわーってリコピさんがはしゃいでるのを見て笑ってる HKT の楽屋が本当に私大好きだった。もう全部 HKT 大好き。てかさ、自分がさ、そもそもさ、HKT のメンバーとして活動してることがマジで未だに夢みたいなんだよね。絶対さ、できないんだもん。普通の人生を歩むはずだったんだよ、私は。でもドラフト会議をさ、受けたからさ、こんな素敵なさ、メールじゃねえや、なんだっけ、素敵なグループに入れてさ、すごいメンバーもみんな魅力的だしさ、なんだろう、 HKT である自分が本当に現実じゃないみたいなの、本当にずっと夢見てたみたいなの。そうなのよ、指原さんのコンサートも出てさ、なんか一緒にダイビングする先輩もなんかいるしさ、なんか多分だってダイビング、絶対アキさんいなかったらダイビングライセンス取ろうまで思わなかったからさ、それもさ、ある意味で人生変えてくれた一つのきっかけだしさ、きっかけっていうか人生を変えたうちのさ一つの要因だしさ、なんか HKT に入って私本当に変わったなって思う。ハルタンさんのツイート、さん、第二の人生、俺と一緒に人生歩もう。おもろ、何を言うてるの。
しいね、幸せ幸子。友達からもいっぱい卒業おめでとうって来てくれてメッセージ、嬉しいね。あきさんいるよ、知ってるんだよね。それがあきさんコメントしてる。そう、元々言えばビビちゃんが夢に出てきてくれなかったら T2 志望にはなれなかったから。多田先輩いるじゃん、おもろいちょうどユエルとさ振り返ってた時に多田先輩の名前出てきたの本当にさ、巡って入った場所が HKT でよかった。はるたんさんカフェ行く、はるたんさんのとこに行く。私さやかとずっと仲良くしてるの、焼きもち焼いてる。はるたんさん私とも遊ぼう。明日はどこに行けば、明日はどこに行けばいいの。明日はあのおのおの家に行って寝てください。私もずっとお家で寝てるんで、ね、シンクにたくさん溜まってますよお皿が。全然何も人間らしい生活を送れてなくて。そうこう言ってたらね、もう54分であと6分なんだよね、うん、めっちゃ迷う。一旦今日は寝て明日一日かけてエゴサするか、まあ、今夜更かししてエゴサしきって明日はツイートもろもろするか、めっちゃ迷う、めっちゃ迷う、どうしよう。見て、ずっとつけてるハンちゃんのちくわぶ。眠い、とりあえず眠い。あー胃が痛い。とりあえずコンタクト外そうかな。明日かな、明日ツイートとインスタも更新すると思うから明日見てください。よければ、多分みんなさ明日2回公演なんでしょ。噂によると私出なくて大丈夫、制服の目とか私なくて大丈夫かなとか思ったりして思ったりして。そうエレタンさんね、歌リクエストした、歌ってくださいねってあれだね、ショールーム終わったらちょっと20分間だけインスタライブをあの延長でさせてほしいちょっと明日、あきさんが LINE してきてくれた。明日の夕方に現像できますゆえだって。じゃあ明日の夕方以降にツイートします。多分みんなの公演終わりましたツイートに紛れちゃうと思うけど、みんなちゃんと反応してねみんなありがとね、泣かないでね。でも泣かないでねって言うけど意外とみんな泣いてなくて、えって思った意外とみんなさほんみたいなスンってしてたよ。割とさずっとあの客席の方っていうかいろんな人の顔見てたんだけど、なんかみんな下向いてる、うんうんって言ってる人もいたけど、なんか割とみんなスンとしてて、いや絶対泣けって思って絶対泣けとか思って、もう可愛いね本当に、愛おしいよ、ありがとうね。もうケロッとできないの私本当に本当にさ大好きだったんだなって思うよ HKT。 なんかメンバーもうめっちゃうーって言ってくれるしさ、嬉しいですね。明日絶対 SNS 見といてよ。うん。
ママミオに会釈しないでもらっていい？もうママミオ人見知りだから怯えちゃうよ。やめてよ。T2 本当にいいチーム。本当に幸せ。T2 の私でよかった。ありがたいね本当にさ。ありがとね本当に。T2 に来られたのは一重に皆様のおかげですよ。T2 ルームにいて、あのツインテールでメガネの私に投票してくれたから今がいるし、その入ってからはね、本当にいっぱい握手会とかで会いに来てくれたみんながいたからさ、卒業もさもう一回みんなの顔が見たいと思って踏みとどまれたから、コロナの期間で会えなくなった時期にもうこのままやめちゃおうかなって思ったけど、いやでも私はまだみんなの顔が見たいし、公演もまだまた出たいかなって思って踏みとどまったから、本当にこのタイミングでよかった。本当に幸せなんだよ、ありがとう。ツアーもできたし悔いはないですよ本当に。手も出物もできたし、ロドスも歌えたし、虹の列車も歌えたし、しかもあの映像の BGM がこの涙を君に捧ぐだったから、いやもうマネージャーさんって本当にロマンチストって思う、常々思う。本当に嬉しい。本当は歌いたかったんだけど、やっぱどうしてもいろんな都合で1曲だけってなったからロドスにしたんだけど、同期と歌うのは。でもよかった。まあ一旦ねショールームは終わりということで、壇上とか読めなくてごめんなさい。タワー投げてくれた方、ギフト投げてくれた方、本当にそれぞれありがとうございます。ちょっと一旦ショールームはありがとうございました。ドラフトの時から使ってるショールームだからねこれ。ありがとう。4年間ってか5年間ぐらい